ヨハネス2世ドゥカスヨハネス2世ドゥカスは、テッサリア君主国の尊厳公コンスタンティノス・ドゥカスの子。中世ギリシア語の表記では、ヨアニス2世ドゥカス。1303年に、父、コンスタンティノスの後を継いで、尊厳公となる。1308年までは、父の同盟者、叔父にあたるアテネ公ギー2世、ドラロシュの貢献を受けた。ギーの死後、妻に 東ローマ帝国皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴスの娘、エーレーネーを迎えているが、これは東ローマ側がテッサリアを併合するための布石であった。ヨハネス自身、病弱であり、実験は自立傾向を強めていた、テッサリアの有力者たちによって掌握されていた。しかし彼らは東ローマ帝国に従うことも良しとしなかったため、隣国である。 アテネ公国と同盟を結び、その君主をヨハネスの貢献人にするなどして、テッサリア君主国の存続を支援した。ヨハネス2世は1318年に、後継者なく死去し、東ローマ帝国による併合が開始される。しかし血縁ではないながら、トゥーカス、コムネノス・アンゲロス家同様に尊厳公の称号を、名乗り、 独立政権を樹立したステファノス・ガブリーロ・ロプロスラ、有力者たちの抵抗は続き、またエピロス先生校、ジョバンニ・ニセイ・オルシーにも干渉を重ねた。帝国が最終的に併合を完了するのは1335年頃のことである。ありがとうございます。